フレッシュ大会で披露された曲と学年ごとのユニット曲になります。2021年11月2日久我山会館においてナナム文化祭が開催されました。ナナム文化祭終演後のお礼メッセージになります。いただきました。2021ナナム文化祭セットリストとメンバー紹介になります。2022年2月6日ナナムさんの単独公演が開催されます。一部と二部の構成からとなっていらっしゃいます。